はい。じゃあ、今回はこちらの方ですね。また同じような事故が起きております。まあ、今回はですね、小学校の前の横断歩道、まあ、そこのところで、まあ、そこに通っている小学生ですよね。小学生の男の子というのが車にはねられて意識不明の重体になってしまったということで、まあ、この事故というのは、まあ、正直なところを防ぐことができたんではないかなというようなところなんですよね。 場所的に見ると、まあ、このような横断歩道となっています。だから道としてはね、そんなに広くないところ。中央線も引かれていない。まあ、右側の方というのが小学校になります。そこのところから出てきたという男の子。まあ、車の方がですね、どちらから来たかというのはですね、まあ、はっきりと書かれてはおりません。この向きだと向かって右が小学校、左側はマンションという状況で、 反対向き。これ、下から見ると、左側は小学校、右側はマンションということで横断歩道。だから、まあ、小学生が出てくるなら、こういう状況ということなんですよね。だから、まあ、このパターンかこのパターンか、どちらかという状況になるんですけれども、まあ、事故としては、まあ、このような形。千葉県船橋の小学校前で、2年生の男の子が跳ねられた意識不明の渋滞で、60歳の医師が逮捕された。 千葉県の船橋で23日小学生の男子児童が車に跳ねられ意識不明の状態で病院に搬送。 これが23日の午後5時過ぎに船橋市の高根台第三小学校付近で歩行者と車の事故で校門前に子供が倒れていると目撃者から110番の通報。この小学校に通う2年生の男子児童7歳が意識不明の状態で病院に搬送され現在も治療が行われていると。警察は車を運転していた医師の男60歳を過失運転致傷の疑いで現行犯で逮捕。男は事故を起こしたことに間違いないと話している。 現場は小学校の校門近くの横断歩道で警察が事故の詳しい原因を調べておりますよというようなことで、8月の23日というのはまだ夏休みですよね。の午後5時過ぎに小学校の前の横断歩道というところから小学生が出てきたというのがまあ今回の事故なんですけれども、この小学生というのがまあなぜここに小学校にこの5時過ぎにいて出てきたのかというところなんですが、 まあおそらくなんですけれども、報道されているわけではありませんが、これ、船橋の方で行われております。こちら、船っ子教室という放課後子ども教室というものが船橋市内の小学校でやっております。放課後や夏休みなどに、私立の小学校全校の施設などを活用して、お子さんたちが自主的な活動を行う安心安全な居場所を提供します。お子さんたちは入退室の手続きを行い、 その日の活動場所で専任のスタッフによる見守りの中、遊んだり読書をしたりと自主的に活動する。また、地域全体でお子さんたちを育む体制作りを目指して、地域のボランティアの方々にも協力いただいておりますよと。で、対象者は小学校1年生から6年生で、実施校に通うお子さん、実施校の放課後ルームに入所しているお子さん、実施校の通学区域に住所を有するお子さんが対象。 開数時間というのが月曜日から金曜日の放課後から午後5時まで、夏休みの間は学校の休業日の午前9時から午後5時までお弁当の持参は可能ということで、まあ、時間的にはちょうどこちらの船っ子教室が終わった時間ということなんですよね。学校のやってない時には開きますよ。23日というのは金曜日になります。 で、休室というのが土曜、日曜、祝日、年末、年始はお休みということなので、まあ、これが開かれていたのは、まあ、間違いないのかなというふうには思います。で、このような形で船っ子教室、夏休みの利用について、夏休み中も利用できます。夏休み期間中は午前9時から5時まで、お子さんの居場所の提供と見守りを行っています。まあ、お昼の方はお弁当を持ってきていただくが、一度帰宅して食べてから再度来ることも可能ですよ、ということで、 まあ一度登録すれば卒業まで継続して利用することは可能。で、船っ子教室を放課後ルームというのがあり、船っ子教室というのは無料で、放課後ルームというのは有料というようなこと。放課後ルームの方は19時までで、船っ子教室は17時までというのがちょっと違ってたりするんですよね。だからまあここ、気楽に使えるというところが学校で、まあ学校の方でも言っている通り、 まあ、ここのとこに書かれてる安心安全な居場所を提供するというような状況で、まあ、それを、まあ、信じてというかね、安心安全にお子さんを預ける。なんか、まあ、昼間仕事をされてる方なんかは、預けることができるっていう部分ではかなりメリットがある。夏休み中仕事は休めないという状況でありますので、まあ、その間お子さんを預けておく。そして、まあ、夕方に、まあ、 戻ってくるとかね。まあそういうことはできるわけですよね。だからその部分で、まあ今回ですね、この学校の外という状況にはなりますが、まあここの部分から小学校2年生の男の子が飛び出してしまったということは、やはりこの事故っていうのはまあ防げたんではないかなと。で、ここの場所、その引いた医師60歳ですよね。 ここはね、小学校上から見るとこのような形になっていて、ちょうどですね、この横断歩道なんですよね。で、この横断歩道をどちらから走ってきたかはわかんないんですけれども、小学生はここからこのように下ってきて横断歩道をおそらく横断をして、まあどちらかに行こうとしていたのは間違いないと思うんですよね。どちらから来たかわからない車の方が跳ねてしまったというようなこと。まあ速度を出していなければ意識不明の渋滞という状況になることはないと思うんですけれども、 ここの場所というのが、こう上空に引いていくと、ちょうどここなんですよね。で、じゃあどうしてここを走るのかっていうことなんですが、これですね、小学校の事故があった横断歩道がここで、これをですね、こちら線路側の方に行くと、まあほぼ突き当たりになるんですよね。だからここのところにまっすぐという風な状況で抜けるかどうか、ちょっとね、わからないところがあるんですよね。で、ここのところを、こちら側ですね、 こちら側の信号からこちらに抜けてくるというような方。まあこういう方が実際に、まあ、いるらしいので、まあそういう形で抜けてきているんではないかなと。だから反対にこちらの上からこういう感じで、こっち側から抜けるという可能性もありますよね。こちらの踏切を渡って、ここを右曲がってこちらに行く。そしたらここに出るということで、まあどちら側から来たとしても、 信号がですね、タイミング的に一個おそらく早く行けるんじゃないかなと思うんですよね。こちらから行くと、ここに信号がないので、左折をするとここに出る。そうするとこのまま行って、左折をするよりは一個先の信号に出れると。下の方から行くと、ここにね、駅があるんですけれども、まあ、ここから来て、この信号を曲がるよりは、ここを曲がって、こっちに行くと、ここの曲がった先の信号に出れるので、 まあ先に行くことができると。まあそうなると、一個先の信号、要するに早く行きたいという心理。だから信号に止まりたくないという人は、どうしてもこういうところの速度は出しがちになるってことなんですよね。で、これがですね、下から見た状態。ちょうどね、小学校坂になっておりまして、これが上に上がっていく状態で、こちらからの小学生を跳ねたというシチュエーションであると、 まあ若干見にくいにはありますが、ここのフェンスがある状態なので、ここから小学生が来るわけですよね。だからここの門のところから小学生がこうやって来るっていう状況は、上から来るよりは見やすいという状況はあり。上から来ると、まあこういう状態で完全に壁に覆われてしまっているので、まあいわゆるこの直前に来るまではわからないという状況なんですよね。で、下り坂という状況になると、その先を見てしまって、 まあ速度が出てしまい、出てきた小学生にまあ気づかなかった。まあそういう可能性はあると。まあ全体的に意識不明の渋滞の事故になるような状況を考えると、まあ上から降りてきたっていう可能性のがまあ考えられる。まあ下からという状況になると、この信号が見えたので、この信号が青のうちに行ってしまえって言って、前を見ていたらここから小学生が出てきた。まあそういう状況は考えられるかな。 まあ全体的な、ここの小学校から出るという部分の作りの悪さですよね。ここのところに門があって、このように回ってきて、まあ止まれ、ストップ、右左とかっていうことをいろいろとやっていたとしても、やはりこれは、まあやるっていうようなことをやってっていうふうに言ってるだけであって、車側もルールを守らないっていう状況があり、まあ小学生にこれだけ危険だからと言っても、やはりこうやって出てしまうという状況があるわけですよね。ということは、 まあこういう事故を防ぐためには、まあ考えられること。ここの部分が、まあちょうど壁のようになっておりますよね。上の段に、ここに、まあ職員さんの車とかが止まっておりますよね。ここの部分を、まあ削るってことですよね。これ上から見ればわかるんですが、ちょうどね、ここ車が止まる場所なんですよね。だからここをまっすぐして、クッと曲げてある。ここら辺のところも通れる。だから車の止まるっていう配置。奥のところにも車止まっておりますけれども、 ここの部分の角を削るだけで明らかにここの部分の見通しは良くなる。そしてこちら側のところというのも花壇のようになっておりますが、緑のフェンスがこのように立っている必要性は基本的にはない。だからここの部分を削ることは可能なはず。だからここの部分ですよね。だからこの辺まではフェンスあってもいいんですが、ここら辺のところっていうのは、 もっと違うフェンスにしてもいいわけですよね。だからもっと低くしてしまって、もっと見切りを良くすると、こちらから来る車からすると、小学生ははっきりと見える。で、上から来る車にしては、ここの部分を削るわけですよね。だからちょうどここの部分を削っておけば、車、こうやって来た時に、これだと半分も見えてないんですが、ここの壁がなければ、ここ全部見えるので、そうすると、まあ、手前で止まることは、ま、考えられる。まあ、ルールを守っていれば、そんなことをする必要性がない。といえばそのまでなんですが、 守らないっていう人がいるっていう状況があるので、そのためにはじゃあどうするかというのを考えなければ、こういう事故っていうのは防げないということなんですよね。だからルールを守らないやつに守れって言ったって、これだけ騒がれていても横断歩道っていう部分で普通に行ってしまう人なんてたくさんいるわけですよね。だからどんだけ行ってもやらないっていうことは、もっと見えるようにしないと、まあこういう事故は防げないというようなことは言えるんじゃないかなと思います。まあルールという部分に関しては、 まあ、こちらですよね。まあ、38条。まあ、散々いろいろと問題になっている38条。だけど、今回は第1項になりますよね。第1項の車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等により、その進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならないと書いてあります。 だからその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合以外は、まあ、速度を落とせよというのがルールになる。横断歩道等によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないとなっております。だからここの部分の第1項のこの部分ですよね。 明らかではないという状況というのは止まれる速度で走れということになります。だからこの状態というのはいるかいないかが明らかではないのはもう間違いないわけですね。ということはこの場合は横断歩道の直前ここで止まれるように減速をして 飛び出してきたとはいえ、そこは止まるっていうような形で走らなければいけないということになる。だからこれは横断歩道上での事故というのは完全に車側の方が悪いということになります。これはね、問答無用で悪いということになる。 そうなると、行政処分という部分ですよね。行政処分というのは、もうこちらになります。安全運転義務違反になるか、横断歩行者等妨害等違反になるか。まあ、ここの部分は2点という状況になる。横断歩道上だとおそらくこちらになると思うので、これはね、2点になります。そして、意識不明の渋滞という状況になるので、不加点数という部分は、ま、13点。横断歩道上というのは、もっぱらの不注意、こちらになると思いますので、13点。そうすると、13点と2点なので、15点。 ま、11点の可能性もありますが、まあ、ほぼないのではないかな。15点ということは、累積15点になると、免許の取り消しは1年ということなので、基本的に事故を起こした加害者側という状況で意識不明の重体、もしくは行為障害が残る全治3ヶ月以上という状況になってくると、まあ、基本的に免許は取り消されます。で、これが、ま、かろうじ、相手方が悪いなっていう状況だとしても、ま、11点まではいきます。その場合は、免許の停止は60日というようなことになるんですよね。 で、過失割合という部分で見ていくと、まあ、これは先ほども言った通り、まあ、100対0です。これは問答無用で100ゼロです。いや、小学生、この児童が飛び出してきたんだと言っても、横断歩道上は、ゆっくり出てこいとか、注意をして出てこいとか、そういうことは一切書かれておりませんので、飛び出してこようが何をしようが、横断者というのは絶対優先となります。それが先ほども言った通り、まあ、こちらの方に、 ないことが明らかな場合以外は、止まれる速度で走れと書かれている以上は、飛び出してくるのに気がつかないってことは、止まれる速度で走ってないお前が悪いんだろうというふうなことになる。だから、問答無用で100ゼロです。どういう状況でもこれは100ゼロということは動かないと。だからまあ、逮捕されているっていう状況になりますので、これは書類送検をされて、まあ、その後、まあ、どういう判断になるかわかりませんが、まあ、裁判になる可能性もあるし、ならない可能性もあると。 で、こういう状況、まあ先ほども言った通り、まあこの船子教室を利用してたんではないかなというところなんですが、やはりまあね、安心安全な居場所という状況を考えると、まあ特にこの終わった後の帰りっていう状況であれば、まあちょっとここのところっていう部分で、まあ油断があったのかなという気がしますよね。ここのところでスタッフ等っていうのが、まあ見守りをやっているだけで、まあ今回の事故というのはおそらく防げたのは間違いないと。 だから普段学校がある時にはね、おそらく立っていて危ないからってやってたと思うんですが、まあそれが夏休み中だからやっていないと。そういう状況で、小学生も休み中だからいないっていう状況で出てしまった。普段はここに立っているので、立っている人の指示で止まれって言うから止まっていただけであって、なぜ止まらなければいけないかということが、 やはりまあ2年生ということで分かっていなかったんではないかな。だからいなかったのでそのまま出てしまった。やはりその辺というのは、こういうふうにちょっと危険性がある。まあこれはですね、やはりね、学校側の方が危険性がある場所なのかどうかということを、まあもう少し考えるべきなんじゃないかな。だかずーっとここに誰かが立ってられるわけではありませんので、そうすると学校を利用する人がここから出るとき、まあ大人、 危険性が分かってる大人だったら、ここが見にくいのなんかは重々承知なので、まあその場合は注意するけど、まあ危険性が分かってない大人ってスマホいじりながらそのままこうやってピッて出てくるわけですよね。だからやっぱりその危険性がどれぐらい分かってるかというのが、まあ一番の問題であって、危険性が多く全員に知らせることができないんであれば、もう物理的にここの壁を取ってしまう。もうこの見切りを良くする。まあそういうふうな対策をする。そしてここの部分のところに、 いわゆるハンプと言われる段差、コブをつける。それだけで速度はかなり落としますので、そうすると今回のような意識不明の渋滞にはならなかった可能性は考えられる。だから小学校の前という状況であれば、やはりね、考えることはいろいろあり、先ほども言ったみたいに、一個信号を抜けれるというようなことで使う。かここに信号がないことによって、一個信号がインカットできると。 まあそういう状況を考えていくと、やはりここをブーンと走る人、先の信号が青だって見えると、どうしてもそっち見てしまって、子供がバーンと走っているのに気づかないとかね。まあそういうような方はいますので、やはりこういうところはまあ学校側というのがこの辺は対策をしていかないと、やはりこういう事故っていうのは起きるのではないかなと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録などもよろしくお願いします。